こんにちは。新しい人権についてやっていきましょう。まずは社会の変化と新しい人権についてです。日本国憲法は様々な人権を保障しているんですが、産業や商法化などの科学技術の発展に伴って、日本国憲法には直接的に規定されていない権利が主張されるようになりました。こうした権利は新しい人権と呼ばれています。 今回の動画ではその新しい人権について見ていきましょう。まずは環境権についてです。私たちが生活する上で、きれいな空気や水といった住みやすい環境は欠かせません。しかし、高度経済成長の時期には、経済の発展が優先された結果、水俣病、痛い痛い病、四日市喘息などの四大公害病が発生しました。 このような深刻な公害が発生することがあるんですよね。そこで住みやすい環境を求める環境権が主張されるようになりました。かつて歴史の授業でもやった通り、環境庁が設置され、環境基本法が制定されたなどは、こうした環境権の流れでできているものですね。住居への人当たりの確保を求める 日照券もその環境権の一つになります。現在は環境保全のため、国や地方などの責務を定めた環境基本法が制定されています。また、大規模な開発を行う場合に、事前に環境への影響を調査する環境アセスメントも義務付けられているんです。続いて、 科学技術の発展と人権についてです。近年の科学技術の発展によって、生命と人権との間に難しい課題も生まれています。例えば、遺伝子技術は難病の治療などに役立つことが期待されているんですが、人為的に遺伝子を組み替えるなどすることは、生命の根幹に関わるため、 学問の自由だけに任せて良いかという議論が続いています。ある生物の遺伝子から全く同じ生物を作るクローン技術では、人間のクローンを作ることは法律で禁止されています。また、遺伝子が原因の病気にかかる可能性などがわかる遺伝子診断は、遺伝子の状況による差別につながらないか心配する意見が出されています。 例えば、遺伝子診断を行った結果、何か病気を持っているということや、障害を持っているということが判明した後、少し差別的な考え方が出てしまうんじゃないかということが心配されているんです。続いて、自己決定権についてです。人間が自分の生き方や生活の仕方について自由に決定する権利を、 自己決定権と言います。この権利は社会の発展に伴って人々の生き方が多様化する中で主張されるようになってきました。医療の分野では患者が治療方法などを自分で決定できるように手術の方法などを十分に説明して同意を得るインフォームドコンセントが求められます。患者が 専門的なお医者さんに言われるがまま治療を受けるのではなくさまざまな選択肢の中から自分で治療方法を選択できるように説明を受けることが求められているんです。さらに延命治療をしない選択をして死に至る尊厳死や不治の病気で耐え難い苦痛を感じている人がお医者さんの力を借りて死を選ぶ 安楽死が自己決定権として主張されています。しかし、こうした主張に対して、生命の軽死につながるとして反対する意見もあり、実際に日本では尊厳死や安楽死は認められていません。今回はここまでです。お疲れ様でした。